こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい、今日はですね、私が先日出したこの本ですね、向山家、向山家の子育て21の法則、この本について、教師目線で、先生方に、どんなふうに役立つかっていう部分に、焦点を当てて紹介していただけたらと考えております。では、村野先生からお願いします。はい。水野先生、ご出版おめでとうございます。ありがとうございます。教師向けにアピールするんですね。PR どうぞ。はい。ですね、まあ、これ、どこを読んでも勉強なる一冊でした。で、そうですね、途中、第2章かな？法則。向山家の子育て21の法則っていうのがあるんですね。はい。この21の法則を読んだ最初の印象なんですけども、向山先生が、向山先生の子育てということがですね、非常にその、向山実践とすごくリンクしてる部分が多くて、ああ、なるほど。はい。それが、やっぱり向山先生が受けてきた子育て、ご自身がされてきて、た子育てがやっぱりどうしてもその競争の中に影響をすごくしてるんだなってことを学びましたね。はい。例えばですね、その手紙を重視してたり、その砂糖は良くないよとかね、全部これ食の教育だとか手紙の教育につながってますよね。はい。その百人衆もご家庭でやっていたということで、まあそれも競争に持ち込まれてされてますし、なんかその我々が普段実践していることというのは、向山先生の、本当に家庭での原風景と、重なっているところがね、非常に面白かったですね。あ、なるほどね。教師としての向山先生の実践が、もう、家庭の中に、もう、あったということですね。まあ、そうですね。まあ、考えてみれば、そういうことって多いと思うんですね。私も映画が大好きだったので、教室で映画作ってみたとか、まあ、そういうことと似てるんじゃないかなと。うん、まあ私のなんか比較するのもね、ちょっとおこがましいんですけども、まあそういう感じがしました。あとは、ちょっと若い人が読んでて気をつけて読んだ方がいいかなって私はちょっと思ったのはですね、その21の法則ってありますよね。で、これを一つ一つなんかこのバラバラに知識として持ってなくていい方がいいなと思って、なんかこうやっぱりそれぞれがみんなこうリンクしてるというか、例えばですね、具体的に言うと、はい、法則の2条に叱らないってズバリ出てくるんですよね。はい。でも、叱らない、子供叱らないって書いてあるから、そうか、向山先生は叱らなかったんだ、叱らずに、お育ちになったんだっていうふうに、じゃあ何でも叱らなきゃいいかというと、そんなことは多分ないと思うんですね。で、その他の、その法則を見ると、例えば、家訓を持つっていうのがありますよね。うん。ですから、例えば、家訓、に対して子供がそれを破ってしまったような時は多分叱るという状況が必要になってくることもあると思うし、そのしつけ三原則というのがありますよね。はい。ですからそういうことを踏まえた上での叱らないということなんじゃないかなっていうふうに、なんかこう立体的に読んでった方がいいのかなっていう気はしましたね。うん、で、向山先生の別の著書で、このご存知ですかね、心を育てる家庭学習という、はい。はい。主婦の友社から出ていた本なんですが、はい、やっぱりこの本なんかとこう比較して読んでいくとですね、最後に向山先生がいろいろな Q&A にお答え してるんですけれども、この叱らないで育てるといい子は育ちませんっていう部分もあるんですね。で、よくよく読んでいくと、それは、結局3つ、家庭の方針ですね、3つ程度家庭の方針っていうのがあって、まあ、それに、こう、いわゆる抵触した場合には、厳しく叱ることも時には必要っていうような書き方もされてますので、なんかこう立体的に読んでいくといいのかなっていうふうに思いました。そしてそれを立体的に読んでいくためにはですね、後半の水野先生が非常に科学的にこういうその子育てということを分析されて書かれてるんですね。で、ここを読むことによって、その21の法則がこう一つのものに見えてくる部分がかなりあると思うので、後半の水野先生の10本ぐらい、なんだっけ、問題集が出てきますね。問題が出てきます。体験したね。ここがですね、また、その前半の向山先生の子育てと繋がってきて、本当に勉強になりました。はい。すいません、長くなりましたけど。いや、ありがとうございます。もう
全体通してね、読み込むというね、もう詳しく読んでいただいてありがとうございます。吉田先生お願いします。はい、学校の先生方に読んでいただきたいのは、やはり子どもたちに温かく接するということですよね。それがベースだよと。もちろん今村野先生が言ったようにね、これは学級経営でも話はしたんですけれども、やっぱり約束ごとについてあらかじめね、これについては叱りますよということについては厳しくいくべきなんですけども、やはり温かく接すると、穏やかに接すると。実は今日ですね、また研修がありまして、学校に行って話してきたんですけども、まあ担任の先生の一番の心構えは穏やかに接することですよっていう話をしてきました。この著書全体を通してね、流れる思想っていうのはそこだと思うんですよね。子供たちを温かく、ね、育てていくんだと。で、もちろん現場にいると忙しいですから、カッとなったりね、腹の立つこともあると思うんですけども、まあ、こういう子育ての本、または向山先生の本を読んで、そういうことを実感してほしいですね。つい1週間ほど前には、実はお母さん方にも私、話をしてきました。その折に水野先生がね、少し触れている、まあ、江戸時代の子育ての話、これ、私も必ず毎回やってきてるんですけども、例えばですね、これはちょっと水野先生知ってるかな、こういう、江戸の子育てというね、江戸時代の人たちが子育てをどう思っていたかっていうのを書いた本があるんですよね。まあ、水野先生の本では子育ての本出版ラッシュがあったっていうことなんですけども、ちょっと読みますね。習うという言葉は江戸の子育てのキーワードである。子供というのは周りの人々から見習い、聞き習い、つまり身の回りで見聞したことから自然に影響を受け、また真似をすることで同じような心の持ち方をし、同じような言動をするようになる。周りから学び取ったことは、習わせ、つまり習慣となって自分の心の動きや行動の仕方となる。人格というのはそうやって形成されていくものだと考えられていたのだと。まあ、江戸時代はこういうふうに考えられてたんですよね。帰り見てね、じゃあ、この間話したお母さん方どうですかと。お母さん方が人格形成におけるね、最もそのお手本ですよと。やっぱ穏やかな子供たちを育てたかったら穏やかにね、接する必要がありますよ。そして先生方にはね、やはり担任が穏やかに接すると、周りの子供たちにも穏やかになっていきますよっていうような話をさせてもらいました。でね、母子手帳の話も出たでしょ？はい。僕の子供の頃の母子手帳ないかなっていうことでだいぶ見たんですけども、見つからなかったんですが、この昭和の母子手帳にね、別々に寝ましょう、抱かないようにしましょう、一人で遊ばせましょう、甘えさせてはいけませんって書いてあったっていうのには、大変なショックを受けましたね。おそらくこのあたりからね、ちょっと日本の子育て間違ってきたんでしょうね。亡くなったうちの母がね、言ってたのは学校の先生が怖いと思ったのはその兵隊さんたちが来てからだっていうことを言ってましたね。うん。だから学校教育もそのあたりで変質したんじゃないですかね。もともと江戸時代の子育ての流れでいけばやっぱり子供たちっていうのは大切にされていたはずなんですよね。そういう意味でね、これをもう一度読んでいただいてね、やっぱり子育て、あるいは教育の基本は子供たちに温かく接することだよということをね、再認識していただけたらというふうに思いました。ぜひね、これ読んでいただきたいですね。そして、ね、自分も子供を育てることになりますから、ぜひ参考にしてほしいと、そういうふうに思いました。はい。はい、ありがとうございます。はい。先日ね、別な、話になりますけど、三重県の PTA 会長さんが、学校でアンケートを取ったときに、子供たちが、みんな元気なくなるのはどんな時かなっていうアンケートを取ったんですよね。そしたら、9歳以下の子供たちは、両親が、お父さんお母さんが喧嘩している時、で、10歳以上の子供たちは、お父さんお母さんが人の悪口言ってるのを聞いたとき。つまり、お手本、つまり、親を見ちゃうっていうかね、やっぱりね、親をお手本にしてるんですよね、子供って。いい面も悪い面も含めて。それで吉田先生さっき言われたように、やっぱり、見習い手習いって、大人が お手本になった文化っていうのが日本の子育ての文化ですので、うん、教師もね、学校の中でのね、大人のお手本ですからね。いろんな面でね、いい面を子供たちにこう発揮して導いてほしいなと思いました。はい。今日は、私の。はい。ちょっと最後にいい？あ。ね、
僕、ネットを介した普通の先生方とのセミナーを今年の夏にね、はい、初めて企画します。ぜひね、また吉田隆のホームページ見ていただいてね、参加していただきたいというふうに思っています。水野先生のホームページや村野先生のホームページ、あ、ごめんなさい、YouTube 動画を見ている方もね、ぜひね、一緒にお話ししたいなと思っています。はい、ごめんなさい。いえいえ、宣伝ですね。宣伝ありですよ。はい、村野先生、宣伝ありますか？はい。宣伝じゃないんですけども、はい、先ほど、母子手帳の話ね。僕もすごく衝撃を受けて、はい、自分の母子手帳を持ってるはずで、やっぱり探したんですけどね、見つからなかったんですけどね。ただ、救いだったのはね、この本の中の122ページに、やっぱり水野先生が、平成、令和といった現代の子育ての方が、日本の伝統的な子育てに近くなってきてると。はい。復活しつつあるんだという一言がですね、非常に救われる思いで増していただきました。はい。ありがとうございます。現代の子育てがまたね、理想っていうかね、子供たちにとっての適切な子育てに戻ってきつつあるっていうところをね、もう明るくね、捉えていきたいなと思っています。この本の購入方法を概要欄に後でご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。はい、今日は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。セミナーの方もね、ぜひご参加いただきたいと思います。